どんな人なんですか？背が高くて少年のように澄んだ目をしていて、どこか憂いを含んだ横顔だけど、笑顔はすんごくキュートなの。いいな。そうなんですよね、運命の人って意外とそばにいたりするんですよね。ね、九条先生。そうですね、僕もそう思います。ね、山口先生。いえ、さっき私がお釣りしたワインですよ。いただきます。美味しいです。そんな美味しい、やだ、九条先生。そっちも就職か。お前卒業したらどうすんの？別に決まってない。そっちは？俺も。でもなんだこれ、変な財布。ちゃんと金を持ってきたよ。本当？俺がただ飲みするようなやつに見えんのかよ。俺の財布そこで拾ったんですけど。お前ら正直に届けていいやつだな。おい、ちょっと一緒に飲んでいこう。ほら、おい、飲んでいこう、飲んでいこう、飲んでいこう、ほら。おい、タコタコタコ。俺ら学生だし、しか飲めねえし。食ってけ、食ってけ。あ、美味しかった。皆さん、今日は私のためにありがとうございました。いつでも呼んでください。いつでも駆けつけますんで。